東京のレストランにない魅力が全部詰まってる、その一言に尽きると思うんですよね。 Beautiful things in life together, whether it's food or people or it's story。スタッフ合わせて100人ぐらいのエネルギーを一晩のディナーにかけるんで、それはもう体験すべきことだなっていうふうに思いますね。自分の人生そのものを豊かにしていくんだなっていうものを感じさせてもらえる、それがダイニングアウトなんじゃないかなって思います。挑戦ですから、やっぱり挑戦だったら新しいものを作って新しいものを生んで、それがまた僕の中のに入ってる、まあ、ミラノでやってるものとはね、多分全然違って形になると思いますので。